2023年8月11日にサウジアラビアが日英3カ国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望したよ。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたよな。あれからどのようになったのか、今回はそんな次期戦闘機 F3 開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。スマイルアップ。旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているんだけど、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではないんだ。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語るよ。実はイギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は、1921年に英空軍の協力から始まっていて、以来、サウジ空軍は英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入したってわけ。最近で言うとイタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入していて、イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだが、この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明しているぜ。柿谷氏曰く原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していたよ。すでに日本は東アジアにおいて、韓国の後進国になろうとしているけど、その影響がこの日英3カ国共同計画に出てくる可能性があるんじゃないかな。さらに柿谷氏はこの日英3カ国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機、テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況でサウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語ったね。ところが日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていて、すでに事項の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいとの考えが示されたらしい。これで万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘したぜ。杉山氏曰く次期戦闘機 F3 の輸出解禁はまだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん彼らはビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているという、馬鹿な考えでやっているので、何も一致していません。サウジの日英3カ国共同開発に参加に関しても、日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけで、イギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語ったよ。さらに杉山氏はこの報道の背景に関してこの裏を考えると、今後のサウジはオイルマネーだけでは厳しく、サルマーン皇太子は自国に何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第六世代戦闘機の、特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には自国に生産工場を持って外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのもそのビジョンに当てはまっていますと推測したんだ。しかし、サウジが F3 開発に加わると、混沌とした状況に陥るとした上で杉山氏はおそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。日英は現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って生産だけは自分たちで行い、さらにブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えたよ。さらに杉山氏は今回の参加発端には日本政府が関係しており、
サウジがここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に岸田首相が日本の技術もありますから、一緒にやりましょうとものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕でどう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからと言って断ることはできません。岸田首相はいろんな分野に種をまいて、ちゃんと収穫しないから、常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話しているみたい。今回はまさに岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまっていて、岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも杉山氏はイギリスとイタリアにとって、サウジのお金が入るなら、日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは A と組んだ日本を笑って見物しています。米国からすればこの事態は計算済みだと思いますと語ったんだ。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して杉山氏はその可能性はあります。日本は第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として、142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えたよ。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国ロシアと対峙しなければならない時に、空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っており、この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に、全てがかかっていると言っても過言ではないぜ。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを、買う羽目になることも否めず、単独だと完成したとしても1機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるため、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろうな。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く付きだし、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるから、岸田首相の発言が失言のようにも感じるけど、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないだろうね。そもそも戦闘機に限らず研究開発というものは、成功も失敗も必ずあるものだから、問題を回避することより、問題が起きたらその経験を次に生かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから良いものができるということが重要だと示唆するぜ。サウジアラビアは F-35 導入計画の時もアメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して、軍事的に接近しているのも理由にあるが、皇太子の記者暗殺主導など、人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからだな。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンだけど、ここは一度アメリカの度肝を抜いても良いのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。